会いたい人に会いに行ってますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターおかっちです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思いますそして新年明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いしますということでね、えー、新年一発目の放送はこちらですもっと楽に生きていきたい 自然体で毎日を過ごすための行動習慣19選。 ですということで、まあ、新しい1年が始まったということもあり、まあ、これからの1年、そしてこれからの人生、僕自身がね、まあ、どうやって生きていくかということをね、まあ、この年末年始じっくり考えたので、まあ、それを発表というか、報告というか、皆さんにお知らせというか、まあ、そういう回になればええなと思ってます。でね、まあ、これを聞いてくださった方が、少しでも自然体で生きられるように、うん、自然体って大事じゃないですか あ自然体です。自然体っていうのは不安があんまりない状態。まあ、ゼロっていうのは難しいんですよ。不安とか緊張とか焦,焦りとか恐れ。まあ、あるんですよ。少なからずあるんだけども、それが限りなくゼロに近いというか、まあ、安心していて、安定していて、なんだろう、あのストレスも比較的少ない状態で毎日を過ごす。あ、僕ね、やっぱそれすごく大事やなと思ってるんですよね。うん。自然体で毎日をいる。で、逆に言ったら自然体でいられない時間を少なくする。 ももうこれも完全ににゼロにするの難しいよ、まあ、職,場の人職場に、ね、行ったら今いろんな価値観を持っていろんな人生を生きていていろんな働き方をしている年齢も違うし考え方も生き方も違うでその人と同じ場所でね仕事をするということもなれば、まあ、少なからずストレスもあるだろうし、まあ、子育てもそうだし子供と関わるという中でパートナーと関わるという中でね、えー、どうしても合わない部分であったり思い通りにならないこともあるということでねイライラすることも不安になったり逆にこのままに大丈夫かなって心配したり焦ったり ってしまうこともあると思うんですまあ、あると思うんだけどもそういうものをね、限りなくこうゼロに近づけてまあ、安心してね、えー、穏やかに過ごせる日々をね少しでも長く過ごしていただきたいなと僕は思っていますそういう思いがあってこの緩める 子育てっててっいうのを発信してるってことですねで今日はまさにもうそのテーマのど真ん中ということで、まあ、ど,うやってどうやったら自然体で生きられるのかっていうことであったりどう,どうやったらそういう不安とか恐れをこう緩めて少しでも穏やかで楽に生きられるのかっていうところを、ね、もう厳選して19個の行動習慣にまとめてお伝えさせていただきたいと思います、まあ、これね全部、えー、やれっていうことではなくてね、まあ、あくまでも僕自身がやっていくっていうまあ初心表明 というか、まあ、そういう感じなんで皆さんに押し付けること,こともないしなんか参考になったり、ね、なんか取り入れることがあればねなんかそれちょっと実践していただけたらまあええかなっていう程度でねお届けしたいなと思います、えー、この番組ではこんな感じでね親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますよかったらチャンネル登録まだ押してない方いらっしゃればぜひ押してください おかちの動画2回3回見ててまだ押してない方もいらっしゃると思うんですよかったら今押してください今ポチッと押していただけたら大変嬉しいですあと公式 LINE もやってます公式 LINE ではね、えー、有料講義で紹介している動画をなんと26本 <laughs> 無料で配信してます自分の人生脚本を書き換えて根っこから変わって本当の自分で生きたい、えー、子供を幸せにしたいという方は概要欄にある公式 LINE をチェックしてみてくださいということです はいそれではちょっとね黒豆茶というかこれ何やろドクダミ茶かな今日はねうんはいドクダミ茶を飲んで、えー、自然体で毎日を楽しむための行動習慣をねゆるりと紹介していきたいと思いますそれではまずは1つ目イヤホンを買ううーんこれはすごく大事だねーうーんだろうどうだろうな過去10年でね、えー、買ってよかったもの第3位 第 1>,、ま、1位ではないけど、第3位ぐらいに入るのは、間違いなく僕、イヤホンなんですね。まあ、イヤホンというか、僕の場合ヘッドホンなんですけど、まあ、どっちでもいいです。あのー、ヘッドホンなんですよ。で、これノイズキャンセリング付きなんで、えー、少々の雑音は聞こえないんですよ。外界からシャットアウト、遮断されてね。 自分の時間を過ごせるんですよ。で、なんか作業しながら好きなラジオであったり音楽とか聴けるので、これでね、やっぱね、人生ものすごく豊かになったし、なんかそのね、あのー、自分の時間を持てるんですね。横で優香ちゃんがね、ピーヒャラピーヒャラ歌ってても <laughs>、いい歌なんですよ。好きなんですけどね、やっぱ僕自分の時間を持ちたい時もあるわけじゃないですか。でもこのヘッドホンガチャってこうつけた瞬間からもう、同じ場所でも一人の時間が持てるんですよ。 1>, 1人の時間を持てるし、えー、通勤途中にでもなんだろこれヘッドホンをしながらね、えー、好きなラジオとか聴けるわけじゃないですか。 で、やっぱり手軽に自分の時間を持てるっていう意味でもちろんね1、えー、人になれる時間ってすごく大事なんだけどやっぱり1人になる時間ってなかなか難しいわけじゃないですかもちろんそれを作っていくの大事ですよ大事なんだけれども1人になれなかったとしても同じ空間に過ごしていたとしても自分の時間を過ごすためのね一つの、まああのー、武器として武器というか <laughs> ツールとしてね使いたお使いいただけるんじゃないかなって思いますで、あのー、このヘッドホンしてるときはもうママはママの時間を過ごしてるんよっていうサインにもなるでしょイヤホンだったらね。まあイヤ 買ってて今回してるんだけどイヤホンだったらなんかあの聞いてるかどうか分かんないじゃないですかヘッドホンだったらあ何かをやってるなっていうのがわかるわけでしょ なので、ヘッドホンしてる最中は、ママはごめん、集中してるから、話しかけないでっていう、のママのタイムじゃなくて、マイタイム、自分の時間なんだよって一つのサインにもなるよね。ヘッドホンしてないときは話しかけてもいいよ。でも、ヘッドホンしてるときでもね、何か緊急なことであったり、こうこうこういうときはいつでもトントンってしてくれたらいいよ。でも、それ以外のときはね、ママの時間もだ、あのー、尊重してねっていうふうにね。 えー、言ってあげるのもいいんじゃないかなと思います。イヤホンを買う。これはすごくおすすめです。できれば、Bluetooth で優先じゃない方がいいよね。優 <laughs> 先。僕はあの縛られるのが嫌いやから。うん 線ありやったらこうし今せ、今ちなみに縛られてますよ。今マイクを使ってるから縛られてるんだけど、線ない方がいいよ。ね、あのいろんなとこ自由に移動できるわけじゃないですか。移動できるし、うん、縛られてないっていうその解放感も味わえるしね。えー、基本的にはその Bluetooth で飛ばせるやつと、あとはそのノイズキャンセリング付きっていうのがおすすめですね。うんまあ、あのピンからキリまであります。ピンからキリまであるんだけど、僕のはちょっとすみません。ちょっと高いです。これはね、あの僕にとってものすごく大事なものだから、あのソニーの あの言いましょうか。ソニーのなんだろ WH、ちょっと読みますね。機種名読みますね。ソニーの WH1000XM5 ってやつ使ってます。あの、めちゃくちゃいいです。その黒ですね。WH1000XM5 っていうのと、あと、 イヤホンソニーのイヤホン持ってて、ヘッドホンとイヤホン両方持ってて、ヘッドホンは運動中できないでしょ。あと夏暑いじゃないですか。だから、暑い時とか、手軽に移動したい時、もうあの手が身軽にね移動したい時とかは、イヤホンを使ってますね。運動する時とかね。そういうに使い分けておりますと。そのイヤホンもソニーのやつです。ちょっと調べますね。なんやったかなこれめちゃくちゃ高いですよ。正直高い。3万円ぐらいします。だから、すべての方にはおすすめできへんけれども、 たソニーインナーイヤーワイヤレスノイズキャンセリングヘッドイヤホンです WF の1 0 0 0 m 1 0 0 x m 5 w f の 1000XM5 です3万5500円こ高いけど、まあ、おかっちは買ってよかったなと思いますノイズキャンセリングすると、ね、本当にシーンってなるんですよで、あのー、自分の時間が持てるので本当,に本当におすすめですでも安いやつでも、あのー、3000円5000円くらいであります あるのので、えー、別にじじゃゃなななくてもいいんじゃないいんかなと思いますこれが1つ目ね。で、2つ目、ボイシーを聞く。まあ、これ、1つ目ともうほぼあのつながるんですけど、ボイシーってあの音声ラジオ配信じゃないですか。オカシーもやってます。概要欄にチェックしてくださいね。で、ボイシー聞いていただくと、ボイシーってあの審査制なんですよ。あの誰でもあの配信できるってわけじゃないんですね。おかっちもね1年間 30回以上ね、申し込んで、えー、応募して全部振られましたからね。で、ようやく去年の4月1日に合格というか、あのー、やってええでって言われたんで、配信することになって、あの、配信してます。で、もちろん僕は配信してるんで、まあ、僕の配信は聞いてよ。 もうミスターおかちの配信は聞いてくださいね。あの、これ概要欄に載っけてるから、これは絶対聞いてください。で、それ以外にもね、その、各テーマでいろんなジャンルでね、えー、スペシャリストの方が、専門家がね、あのー、配信してます。で、まあ、本当にいろんな方がいるんだけど、おすすめで言ったらね、まずビジネスとかエンタメだったら、キングコングの西野さん。これはまずやっておいてくださいね。まずフォローしておいてください。で、あと教育では、トマの一徳さん。 ね、哲学家ですね。えー、深い話を、あのー、聞かせていただけるし、ただ聞くだけじゃなくて、えー、自分の哲学を見,見かけます。哲学っていうのはどう生きるかとか、どう育てるかとかね。そういうことですね。あとは、長田照親さん、まあ。自分らしく生きたいっていう方にはね、長田照親さんの配信もおすすめです。あと、お価値フォローしてる方は他見ましょうか。そうやな、西野さん、友野一徳さん、うん えだてるちかさん。まあ、あとは、わーままはるさんも、まあ、人気ですね。僕、最近聞いてないですけどね。学びの引き出しはるラジオって言ってね。えー、っと、わーまま。わーまま、今、今、わーままなんかな。今は大学院とか行かれてるのわーままじゃないかもしれないですけど、もっとわーままですね。えー、このせ方も人気ですね。学びの引き出しはるラジオ。まあ、おカッチがおすすめやから、おカッチが聞いてる配信の方がいいよね。それやったら、おてるちかさん。 の生き方開発ラボと、初めての哲学的思考、トマノ一徳さんと、キングコングの西野さん。まあ、ここら辺りかな。あ,あと、アピママもいいですね。<laughs> アピママもね、今日自分のために生きるということで、まあ、子育てしながら、もういろんなあの生きるための哲学であったり、行動習慣とか紹介してます。アピママもおすすめです。ということでしょうかね。えー、ボイスを聞くということ。これは、あの、イヤホン聞きながらね、家事したり、通勤途中にでも聞いていただけたら、いええんじゃないかなと思います。 はい、自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の3睡眠を第一優先にうんもうこれも読んで字のこともそのままなんですよもう眠るということ眠るというか、あのー、睡眠の質を上げるということをもう一番大事にするもうここ基本ですよねもうそうしないとやっぱりそのイライラすることっていうのは自分の状態が悪いからっていうのも結構多いんですね 普段ならイライラしないこともちょっと疲れてるとか、もうすでにイライラしてるからイライラ、イライラがイライラを誘発するみたいなこともあるわけでしょ。で、やっぱそういうその日たまった疲れであったり、そのモヤモヤストレスっていうのは、やっぱり睡眠でリセットされるので、しっかりまあお風呂入るってことも含めてね、体を,体を休めるってことも含めて、ね、えー、睡眠、ちゃんとぐっすりいい,い,い睡眠がとれるような、えー、儀式を。 作っていくいうことですね。寝る前の 1, 日1時間、2時間、どういう風に過ごしていくのかとかね。寝る前1時間はブルーライトを浴びない、テレビを切るとかね。スマホを触らないとか、えー、2時間か3時間ぐらい前にお風呂を入るっていうのも言われてますよね。うん。まあ、ちょっと何時間前か忘れたけど、それは調べてください。はい。寝る何時間前にお風呂に入るといいよねとかね。そうで、なる寝る1、2時間前は、えー、ご飯食べないようにしようねとかね。そういうことあるわけでしょ。お酒も1時間、2時間前はやめとこうねとか。そういう風なことを、えー、睡眠に悪い。 あの睡眠の質を下げるようなことととをやめるということこれすごく大事よね。おかちはあのコ,ーコーラではないな。お菓子はあれやな。お酒をやめたっていうのはものすごくでかい。お酒をやめたから毎日すっきりよ。ほんまに。びっくりするぐらいすっきりする。で、お酒を飲む高揚感であったり楽しさっていうのもあるんだけど、それってね、やっぱりね、朝起きた時のあのすっきり感には勝てない。 うん、でおかやっは朝から全開でいきたいから、全開でいきたいから、睡眠の質を上げるってことであったり、ぐっすり眠るっていうことはすごく大事なんですね。で、すっきり目覚めるっていうのはすごく大事だから、これはやっぱ自然体で毎日を楽しむためっていうのはう、僕の中ではもう結構トップ1か2ぐらいに入る、1か2、うん、1か2ぐらいに入るぐらい、まあ、第一優先にって書いてるから、一番やな、<laughs> 一番やな、うん、一番大事なんかなって思いますよ、はい。 自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の4薄い欲望を手放すねこれはね最近読んだあの欲望の見つけ方っていう本に書かれてたことなんですけど、えー、人間の9割の欲望はなんとなんとね <laughs> 言いますよ人間の9割の欲望はなんとみんなが欲しいものだそうですはいよみんなのあのあなたが持っている欲望の9割は自分が欲しいものではなく他人が欲しいものっていうことなんですね うん、例えば、えー、周りの人が何だろうな、えー、ルクルーゼの鍋買ったからなんか自分も欲しいってなったりとかねなったりとか、えー、ママとランチ会の時になんかちょっとおしゃれなワンピース着てたから私も欲しいってなったりとかねそれは欲しいということもあるしなんか自分が着てないと劣等感を、えー、持ってしまうであったりなんかその引け目を感じてしまうってことがあり周りの人になんかこうと対等に付き合うための必需品として買ってしまうってこともあるかもしれませんね。 たけし君がねカ子ちゃんのこと好きって言ってたからその話聞いてたら僕もタ子ちゃんのこと好きになってもうたみたいなこともまさにそれですよねでこれ,これっていうのは結構あってで僕たち私たち毎日いろんな情報を浴びてるわけじゃないですか SNS によって大量の薄い欲望があふれてくるんですね、えー、こんなカフェ行ったとか,、えー、なんかディズニー遊,び遊んだとかなんだろう、えー、年末年始はハワイとかね <laughs> そういうことあるわけでしょロレックスの時計買ったねみたいなあるわけでしょそういうのを見てるとなんか自分も 買わななないいいとみたいないう気持ちになってくるんですね人と比較してね。それを買わないと対等でいられないであったり、なんかその落ち着いて過ごせないということもあって、なんかそれを手に入れるための仕事になってしまう。うん、だ,ってだってお金を払うということは、お金を払った分働かなあかんちゅうわけでしょ、うん。なので、そこで手に、なんかあれ欲しい、これ欲しいってそっ、そっちの方、薄い欲望に追われてしまうと、結局、その薄い欲望って持続性がないんですよ。 手に入れた瞬間からどん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 色あせていく。うん。で、次また新しいモデルが出たらそれが欲しくなるみたいな。こういうふうに終わらないんですよ。結局、薄い欲望を追いかけ続けてね。で、結局終わらないし、その稼ぐために働くっていう、そういう悪循環になってしまうので、そうではなく、濃い欲望を見つけようっていう話ですね。うん。あの、これはまあ後でも話すんだけど、自分が本当に本当に欲しいものって何なんだろうかってことです。誰かと比べてどうなのかじゃなくて、自分が昔から欲しいなと思っているものであったり、 なんかそれを手に入れても色あせないものですよ。で、お価値で言ったら何だろう。おかで言ったらこうやって表現すること。もうこれほん表現できる環境があることね。時間があること、うん。これすごく大事ね。自分が本当に思ってることを、えー、ちゃんと自分の言葉で伝えていくってことは僕にとって本当に大事なことですね。本当に価値のあることで、それが欲,欲求なんですよ。欲求、欲求なん。求めてることなんですよ。求めてることほんまにね。うん。なので、こういうことができるような仕事環境を手に入れるだったり、こういうような えーね、ライフスタイルを作っていくっていうことは僕にとってすごく大事ね。なんか今のお家事にとってそのロレックスを手に入れるとかかっこいい車を,を、ねえー、買うとか,なんか、えー、アメリカに行くとか、なんかそういうのは全然興味なくて、とにかくこうやってどん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 自分,自分の頭の中にあるアイディアを、えー、記事にしたい動画にしていくっていうのは僕の本当にやりたいこと、濃い欲望ですね。なので皆さんもそういう薄い欲望を手放して、これは薄い欲望なのか濃い欲望なのか見,見分けるってことすごく大事ですね。これは欲望の 見つけ方っていう本の中でしっかり書かれているのでまあそういうところをちょっと読んでいただくのもいいしもう本で言ったら2500円して結構高いんですよ高いのでまあ本読んでいただくのはいいんやけどまずは YouTube のようやくチャンネルがあるので YouTube で欲望の見つけ方って調べたらいろんなチャンネルが出てきますでおかちはあのフェルミ漫画大学のね林先生のやつがおすすめなんですけどまあなんでもいいんでそれ見ていただくだけでもなんとなく概要がわかると思います例えば薄い欲望と濃い欲望を見分けるためには何だろう一人で過ごす時間を増やして自分って何 何者なのかって自己理解を深めるってことが大事だよねってことであったり欲望の持続性をチェックするってのは分かりですよね。 欲しいと思ったけど、思ったものを買った。じゃあ、その、その、買った時の嬉しさってどれぐらい続いてるのかってことね。これが、まあ、1週間、1ヶ月でなくなってしまうようであれば、これ薄い欲望だったよね。ということでね。あ、これは薄い欲望なんだってことが分かれば、次に何を買うってことに参考になるわけでしょ。何をするかってことが参考になるから、そういうふうに、あの、ものを買うにしたり、何かを手に入れようって動いた時のね、手に入れた時のね、自分のその持続性を見るっていうのが一つ参考になるかもしれませんね。はい、こんな感じかな。 自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の5。まず自分の時間を確保する。うん、これすごく大事よ。あのー、ね、忙しい毎日で過ごしていると、自分のことよりもやるべきこと、周りから任せられたことであったり、支持されたことであったり、いわゆるやるべきことですよ。 あの自分のことを後回しにして、周りから求められること、期待されていることをやりがちになってしまうんですね。自分の中の時間の器があった、器がコップみたいな器があった時に、自分がやりたいことを先に入れるんじゃなくて、やるべきことを先に入れて、その隙間、隙間にやりたいことをやるっていうのがね、結構中心になってくるんじゃないかなと思います。思います。まあそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、比較的そういう方が多いんじゃないかなと。ああ頑張り屋さんの方はそういうふうにね、周りのことに対する、周りの人に対する思いやりがあったりとかね、優しい 欲しい方は自分のことを置いてけぼりにしてねそういう風にやってしまうこともあると思います、うん、だけれどもそれを続けてるとやっぱ持たないですねあの持続できないんですよで僕は何かを選ぶ時に大事に何かを始める時であったり何かを選ぶ時に大事にしていることは、えー、こ,れをこれが持続できるかどうかって考えるんですね今これ私が動いたらできるけれどもこの状態をずっとずっと5年10年続けられるかどうかっていう持続できるかどうかっていう視点をかなり大事にしてて持続できないんであればもう最初からやらない ってていう風にしてるんでですよでプラス、持続できるような仕組み、システム、環境を作ってから始めるってことをやるんですね。で自分のことをあても後回しにしてね、周りの期待に応えていたら、やっぱりストレスが溜まって、えー、自分が常にパいいパフォーマンスが発揮できる状態で子供と関われないであったり、家族と過ごせないってなってしまう。そうすれば楽しくないでしょ、うん。だから、だから、まずは自分がどうやったら楽しめるんだろうとかね、どうやったら自然体でいられるんだろうと、そのためにはもう少し時間が必要だねって、絶対になってくるんですよ。 やっぱり自分の時間がないっていうことが結構ね、あの毎日を楽しめない、楽しくないっていう、一番、一番じゃないけど、結構大きな原因になるんじゃないかなと思ってて、だから自分の時間を確保するだけで、ちょっとそこで自分の心を満たし、心が満た,せ満た,せられる満たされるから、えー子供も、子供にも家族にも優しくできるということですよね。そういう意味でも、一番最初にすることは自分の時間を確保する。 朝起きて、今日はどこで自分の時間を持つのかまず考える。何をやるのかトゥードリストを書くのが大事よ。トゥードリストを確認するのが大事。だけど、どこで自分の時間を持つのかっていうことをまず決める。で、その決めたらその時間は、もう他の予定が入ったとしても、もう極力自分のその時間を優先するということ。これはね、すごく大事なことです。周りの人との約束が後から入ってきたときに、自分が決めてたことよりどっちを優先するのかってことです。で、でね。 であのー、別に相手のことをあの後回ししろって言ってるわけじゃないんだけどやっぱり今疲れているであったりちょっとね毎日が楽しめないという方,は特方には特に自分の時間を優先してほしいと一日の初めにどこ,でどこで何分時間を取るか決めたら他に予定が入ってももう,もうそれは断る基本的に <laughs> その自分の時間を大事にするでその自分の時間の中でその人とカフェに行きたいって言ったらいいよ その人と遊びたいって思うんやったらいいけど、でも本当は自分は漫画を読みたいんだけど、誰々さんに喫茶店誘われたからって、いいあんまり行きたくないんだけど、行ってしまうっていうことではなくて、なくて、自分がその時に本当にやりたいことをちゃんと選択する。ってことはすごく大事なんじゃないかなと思います。はい。19分の6。体に悪いことをやめる。あ、これはね、めちゃくちゃ大事にしたい。もう本当にね、僕はこれから体に正直に生きることに決めたから。 うん、体の訴えをしっかり聞いて、それが体が、ね、苦しんでるんやったらやめる、うん。だって今までね、この10年ぐらい僕、毎日酒飲んでたんですよ。ビール1杯かビール2杯ぐらい飲んでて。で、それがデフォルトになってて、まあ、それはすごくいいんですよ。一日頑張ったなっていうね、えー、一つのねぎらいっていう意味も込めて、ね、やってたんで、ただね、やっぱぐっすり眠れないんですよ。でもそれが当たり前になってたから気づかなかったんだけど、もうここ,こ1、2週間ね、お酒をね、やめてみてもはっきりと分かる。 めっちゃすっきり起きれるやんって。うん、で今までそうやってなんか朝起きた時もだらーっとしたり、日中もね、なんか眠くなったりすることもあったんですよ。そういう体のサインを無視してたなと思って。うん、なんかこれからはそういうことしない。体に悪いことをやめる。 うん、とにかくやめる。もう僕はやめ去年やめたのはお酒とコーラ、やめれた。し、あとサプリ、まあ後でも言うんかな。まあ後でも言うんだけど、そういう、あの、何そんなんだろう、自然な暮らしをする中でね、えー、していきたいなっていうことですね。自然な暮らしをしていきたい。基本的に食事で栄養をとり,りながら、うん、もちろんその体が悪い時は薬とかも飲むんだけど、薬っていうのは本当に逆から読んだらリスクで。 ね、いい部分もあるけど副作用もあるんですね薬がないと、えー、体をコントロールできない状態になってしまうので薬がなくてもね自然体で、えー、体の抵抗力をつけるであったり、えー、自然体で暮らしていけるような、ね、体を作っていきたいなと思いますそういう意味で体に悪いことをやめるうんこれやめるよはい、えー、19分の7 本当に大事なことに集中するうん、まあ、ここまでも、ね、何度も話してきましたけど自分がやるべきことというよりも、ね、本当に本当にやりたいことだったり自分が大事にしていること に時間を使うしそれあれもこれもではなくもうその大事なことをただ一点に集中して生きる。で、おかっちで言うたら大事なことっていうのは、えー、社会にはびこる見えない鎖を緩めて自分を生かして生きられる人を増やす。これが大事なことなんですよ。ね、あれしなければいけない、これしなければいけないとか、えー、同調圧力であったり社会の,その外圧ですよ。外から加えられる圧力あるわけじゃないですか。空気。 なんというか重い空気その自分が、ね、やりたいことはあるんだけど重い空気に従ってなんとなく帰たくもない服着たりとかなんとなくなんだろうねえー、っと、えー、パーティーに参加してみたりとか何かそういうことあるわけでしょ、うん、だからそういうことしないそういうことじゃなくて自分が本当に大事だなって思うことに時間とエネルギーと体力を使っていくでそれ以外はどん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 手放していくってことを、えー、これからはもう本当に大事にしていきたいなと思いますはい 19分の8、ミニマル、ミニ、ミニ、もう言わない方ミニマルライフコストを、ミニマルや、ミニマルライフコストを算出するということね。まあこれミニマリズムの方がもう提唱されていることだけど、このミニマルライフコストっていうのは四隅大輔さんがね、作られた言葉だけど、まあ要はね、あれですよ。あの、自分が生活するために最低限必要なコストっていくらなのかっていうことを、えー、まずしっかり計算するってこと。 でそれをまあ極限まで削っていく。削っていくってことは我慢しない、無理しないってことですよ。ねえー、余計なものを削っていくってことですよ。余計なものを削って本来の自分の姿に戻るってことです。本当にこれいるんかなって。さっきの話だったけ薄い欲望で欲し,いと欲しくはないのに欲しいと必要なものとして、なんかそういうふうに縛られてないかなってことですよ。でそういう腐れを緩めていくことで、えー、使うお金も減っていくから。 その使うお金が減るということはどういうことかっていうのはもう働く時間を減らせるってことなんですよ。働く時間を減らして本当に自分にとって大事なことに時間とエネルギーを使えるってことなんです。だから、えー、あなたにとってのミニマルライフコスト、最低限必要なお金っていくらですかはい。で、オカとユかちゃんはね、35万円です。はい、十5万円ですね。35万。まあ、いでことかね、積み立て n i s とかちょっと別よ。別。それ別で、えー、35万円あれば、 生きていいけるということでまあそこにね10万円ぐらい10万かなちょっと忘れたけど健康保険も入ってるんですよ健康保険って結構高いねし、うんまあ、仕方がないけど、うんまあ、そういうのも入っててもう本当の生活だけだったら25万かな2人で25万生活費ね、まあ、税金とかも入れて35万円って感じですかね はいでミニマルライフコストを算出してそれをいる本当にいるものいらないものっていうのを見極めて極限まで削る削るっていうのは我慢するってことで節約ではなくて選択なんですよ本当にこれは必要なのかなっていう本来の自分を取り戻す作業ね、えー、自分彫刻っていうね表現もされてましたけど良純さんは、ねえー、削,っ削って削って削っていく削ることで自分が何者かっていうことがあらわになってくるということですよねはい次は19分の9 パーートナーにビジョンを伝えるどうでしょうか、えー、旦那さんに、そして、えー、奥さんに、そして家族に自分のビジョンを伝えてますかビジョンっていうのは何のために生きるのかであったりどんな人生を歩んでいきたいのかであったりどんな世界で生きていきたいのかその答えがビジョンですよね。はい。あなたのビジョンは何ですかそしてそのビジョンを伝えてるこれすごく大事よ。本当に、あのー、目ほん、ねえー、誰が 子,子供のスイミングの送迎するとか、えー、ゴミの日やからゴミ捨てといてねっていうか、学校でこんなことあったって、その業務連絡すごく大事ですよ。大事なんだけれども、業務連絡だけで終わってないかってことですよ、ね。そもそもどんな子供を育てていきたいのかであったり、どんな暮らしをしていきたいのかであったり、どういう関係性でいたいのか、そして私はどんな人生を歩んでいきたいのかっていうことをね、どう伝えてるそしてパートナーのビジョンを聞いてますか ね、それすごく大事ですね。方向性、大きなゴールじゃないですか。ゴールがわからないと、ゴールが決まってないと、お互いタッグを組んで進めないよね。別々のゴールを進んでたら。考えてみてください。今、東京です、ね。私が北海道に進むで。私の妻が沖縄に進む。バラバラじゃないですか。 <laughs> そうじゃない私たちが行く場所はまず長野に行ってから北海道に行って北海道から沖縄に行こうって言ったらね、えー、お互い意思疎通できた状態でじゃあまずは長野に行くために何が必要なのかってゴールを共有した状態で、えー、話し合える対話ができるってことですよねそう子育てでも一緒暮らすのでも一緒パートナーと家族の関係性でも一緒なんですよまず私たちはどんな関係性でありたいのかであったりどんな生き方をしていきたいのかどんな子を育てたいのかそのビジョンをしっかりと伝え合うということこれすごく大事かなと と思いいますはいえー、自然体で毎日を楽しむための行動習慣。19分の10。苦手な人をミュートする。どうですかおカっチね、最近の Facebook ね、ほとんどね、あの投稿が上がってこないんですよ。<laughs> というのも、もうミュートしてるからですよ。あ Facebook もそうだし、Instagram もミュートしてます。今の自分に必要ないなっていう情報は、もうミュートするようにしてます。 はい、で本当に必要やなと思う人は、えー、ミュートを外すようにしていますで。それは別に好きとか嫌いという問題じゃないですよ。別に嫌いやからミュートするというわけじゃないんですよ。だけど、情報として必要ないなと、今の自分必要ないなというものはミュートするようにしています。そうすればね、やっぱその最強の薄い欲望の話じゃないけど、SNS っていうのは、ね、薄い欲望増幅装置なんですよ <laughs> あの。見れば見るほど薄い欲望がどんどん,どん,どん湧いてくるんですね。 なので、本当に必要なものに僕は集中したいから、自分の命の時間とお金とかね、す、え、べ、ー、てをね、エネルギーをねそ、そこに投下したいから、そのためにね、苦手な人であったり、あの知らない人っていうのは、もうあの、興味のない情報を発信する人っていうのは、ミュートする、もしくはフォローを外すっていうことを僕はおすすめしていますということですね。はい、半分終わったかな、えー。それでは後半戦いきましょうか。 自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の11山に身を置くはい山に身を置いてますか山に身を預けてますかどうでしょうかはい僕は預けてますよ。山に身を置いた,置いた生活をね、えーまあ、ずっとじゃないけども週に3回ぐらいはやってます、えー、これすごく大事ですね、まあ、何がいいかっていうと山に身を置くと 今を生きるるっていうことが、えー、分かるんですよ実感できるんですね。あこれって私今を生きてるなと。で今のこの瞬間に集中しないとあの大変なことになるから。 そう山にはね、えー、楽しいこともあったり清ががしいことであったり気持ちいいこともあるけれども、えー、同じぐらいリスクそして危険もあるんですね一歩踏み外したら谷底に落ちてしまうとか、まあ、あの陽気に鼻歌歌ってね、えー、歩いてたらまさにクマさんに出会ったりとかねあるわけじゃないですかで喉乾いたなと思って水がなくなってしまったら脱水症状になってしまうかもしれないし迷ってしまうと低体温症で命を落とすリスクさえあるということでね そ,うその状態でね山に身を置くと何だろう私たちは守られてるわけじゃないですか。 町で暮らしてたらね、いきなりクマさん出てくることそんなないし、ねえー、水がなくなったらま水道水もあるわけやろうし、あったかい格好もすることができる、おこたに入ってたらいいわけじゃないですか、みかん食べてね。うん、で、安心なんですよ。まあ、そう簡単にね命、命がね、奪われるようなことがあんまりないわけで、ただ山っていうのはそうではないということで、まあ、そういうふうに、ちょっと死と隣り合わせの環境ではないけど、まあ、そこまで危険なわけじゃないけどね、えー、山にいるとね、 生きててるなっ思うんですよ自分って生きてたんだなと生きてるんだなってその自分の命を守ってるのは自分なんだなと自分がちゃんと守らないと生きていけないんだなっていうことを実感できるんですよ喉乾いたら水を飲むしエネルギー不足になったらラムネ舐めるしとかねそういうことをすることであ自分は自分の意思を持って自分で生きてるんだということを実感できると思います自分を守ってる自分は自分のことを守れるんだっていう自信さえ湧いてくるんですね そうなんですよ。守れるんですよ、自分のこと。で、自分で行きたいところに進めるんですよ。そう。それを実感できるんですね。で、そういう意味で山に身を置くこと,身を置くことってすごく大事なんですね。で、それだけじゃなくて、やっぱりね、えー、自然と比べることっていやろ。あ、あの、ノウサギと比べて、私の耳なんでこんな短いねとか、ね、えー、クマさんみ、パンダ、パンダさんみたいにね、なんか、あの白黒になりたい、なれない自分はダメなんだとか思わへんやろ。 そう、動物と比べることはないし植物と比べることはないし自然と自分を比較して落ち込むことってないんですね僕たちが落ち込むことっていうのは落ち込むことっていうのはねやっぱり人と比べた時なんですよそう、人に囲まれた空間の中で過ごしているとやっぱ比べる対象が多く,、ね、多くなってきて情報も多いさっきの SNS の話じゃないけどねそう、 相対的にあ自分は幸せだなって感じるって相対的なしか幸せの感じ方もあるわけでしょ自分の中でこう,こうなったら幸せではなくて、えー、と誰かに勝った時に幸せとか,、ね、誰,かに誰かよりも良かったら自分の心が満たされるとかあるわけでしょで逆にあ自分は誰かと比べてハワイに行けてないしとか、えー、旦那さんイケメンじゃないしとか、ねえー、子供がねまるまる中学に入学してないしって でそれで、あ、自分はダメなんだ。って自分を責めてしまうってこともあると思うんですね。でもちろん、絶対的に自分にとってね、誰かと比べるんじゃなくて、自分は生きてることで幸せとかね、絶対的な尺度を持てればいいんだけども、人に囲まれた空間の中で過ごしてるとね,ね、どうしてもそうやって難しくなってくるんじゃないかなと思ってて。なので、週に1回でも週に2回でもいいから、山に身を置く。はいえー、山に、山に歩いて、山を歩いてください。とにかくあの低い山でいいから、低い山でいいからねあの、登るじゃなくてもハイキングでもいいです。 あのハイキングでもいいんでブラッとね、えー、山を歩きっていうのはすごくおすすめそうすることであ自分は自分の命を守っているんだとか自分で自分のことを守れるんだっていうことであっ行きたいところに行けるんだっていう感覚であったりえ、あのー、誰かと比べるっていうよりも自分は本当にやりたいことは何なのかっていうまさにねさっきの濃い欲望を見つける機会にもなると思いますそう薄い欲望にあふれたそういう人,人のね、えー、人が作った社会からちょっとこう身を置いて 身を置いてね、身を置いて、身を置いてじゃあ、あの、からえ距離を置いて、距離を置いてね、えーと、人が作った世界ではない、まあ、言うても人がね、作ってくれてる部分あるんですよ、その道はね、道は作ってくれてるけど、人と出会うことってあんまないわけでしょ知ってる人と出会うことも少ないし、そういう場所に身を置くことでね、本当に自分がやりたいことに気づくこともできるし、そういう、なんだろうな、自分が生きてるっていう実感を取り戻すこともできるんじゃないかなと思います。 おすすめです。ちょっと飲みますね。はい。19分の12。ブログを始める。 まあね、これブログじゃなくても何でもいいんですよ。あのスタイフっていう、ね、音声ラジオでもいいし、まあ、SNS、インスタでもいい,いいじゃないですか。インスタもやられている方が多いと思うんですけど、発信してますかってことです。ね、あのアウトプットするってことはすごくやっぱり、ね、大事なんですよあの。食べたものって排出しないとどんどん,どん,どんあのエネルギーが滞ってしまうので循環させることが大事なんですね。外から入れたものを、えー、自分はどうなのかなってしっかり自分の頭で考えて、それをアウトプットすると。そういうい中で、ね、自分の価値 価値観ってすごく大事じゃないですか。自分にとって大事な考え方で。お価値の中では、例えば体に悪いことをやめる。まあ、こ,こ,これ全部価値観でしょ。ここで紹介しているのは全部価値観であったり、行動習慣、ねまあ、で言うわけでしょ。体に悪いことをやめるっていうのはまあ大きな価値観であり、そのためにコーラを。 コーラを飲まないとか、な、え、ん、ー、だろうな、えー、お酒を飲まないっていうのは、具体的な行動習慣ね。まあ、ここに書いてることは結構価値観と行動習慣が、まあぐ、あの、あ、ペロンペロンになってる、ちょっと待って、止めなあかんな、止めるね。はい、ゆうかちゃんのアラームが鳴ったんですけど、まあ、何の話やっけうん、そうそう、そういうこと、そういうこと何の話うん。あ、ブログを始めるね。そうそう、アウトプット。 うんだからあの、本を読むのも大事だし、こうやって YouTube 見ていただくのは本当にありがたいよ。ここの時間までもう40分くらいかな。今、そんだけ話して、ペちゃくちゃ話してるの聞いてくれてありがとね。ありがとね。それすごく嬉しいんだけど、ここで学んだことをアウトプットする。まずね、行動するっていうのはすごく大事よ。行動の手前にアウトプットがあるん、ねまあ、アウトプットも一つの行動なんだけど、な行動の前段階のアウトプットをする。それは書くっていうことであったり、学んだことを整理するっていうことであったり、誰かに伝えるってこと。うん、それはね、あ あのそれをすればするほど自分の行動が変わってきますそう。何をするのかが分かるあああの。いろんなことを本読んだ。250ページ、10万文字ぐらいあるんですよ。その著者の、ね、10年、20年の人生が詰め込まれた情報です。ものすごいたくさんの情報です。そのままにしておいたら、もうそのまま右から左に流れていて忘れちゃうんですねなで。なので、そこで学んだこととか、こんなことを実践したいなと思うことがあれば、もうすぐにアウトプットする。その日中にです。 はい、人間は一日たてはね、72%の情報を忘れるっていうようなことを言われてる方もいらっしゃいます。まあそういうエビングハウスの忘却曲線やったかな。エディングハウスかエビングハウスかちょっとすいません。そこら辺はなんとなくでいいじゃないですか。ね。そういう形でね、まあ忘れるんですよ。とにかくアウトプットせんとね。なので、学んだときにすぐにアウトプットする。まあそういう意味でブログっていうのは手軽で、手軽に始めやすいよね。おかちはアメブロやってるよ。アメブロ10年間やってる。でしばらく休んでたんやけど、もうどうやろう。 去年の5月ぐらいからほぼ平日は毎日書いてますよ。うんなのでね、まあ、そういう形で何かしらね自分のメディアを持つ、まあ、メディアってまあそういうメディアていうのは大層やけど、ブログであったり、インスタであったり、フェイスブックでもいいじゃないですか。そういうところで、ねまあ、全,ての全公開するっていうのはねちょっとハードルが大きいかもしれないけど、まあ、あのしと自分のことを知っている人にだけ見てもらうような設定もできるので、そういう意味でねアウトプットするのはどうでしょうっていうことです、はい。アウトプットするものを持つってことですね。そういうメディアというかね。 媒体、SNS でもいいですよ。はいでまあ、そ先ほど言った、ね、SNS に、えー、自分が身を置くとその薄い欲望がどん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 溢れてくるから SNS との付き合い方っていうのももちろん考えないといけないけどね。はい19分の13相手に期待しない、うーん、そう大事うんあ、子供が大事だしうーん、なんだろう、家族が大事だし、ねえー、自分もどうしても手に入れたいもの。 っていう風なことになるとね、それが手に入らなかったり、思い通りにならなかったら、やっぱりイライラするんですよ。ね。なんで片付けできないのって、ね。他の子運動してるのになんで運動しないのとかね。えー、ピアノね、そんなやいから読んじゃなくて、ちゃんとやる気を持ちなさいとかね。<笑><笑>そうだってや、やりたくないことやらされてて、やる気を持つって難しいんですよね。うん。とか、とにかくね、相手のことが大事で、相手に幸せになってほしい。そういう思いが強ければ強いほど、子供のことがね、大切になればなるほどね、子供に期待しちゃうんですよ。 こうしたらいいのに、だって自分の中でね、成功労働ができているわけじゃないですか、ね。いい大学に行ったら幸せになるとか安定した仕事に就いたら幸せになるとか逆に、えー、立ちの悪い友達に巻き込まれてはいけないとかね、男の子を運動させるべきだみたいなそういう自分の中で価値観があって自分の中に正解があってその正解通りにならなかったらやっぱりね、えー、子供に子供を、ね、こう引っ張ってきてそのレールに乗っけようとするんですね。 でそのレールに乗っけようとすると子供も苦しくなって辛くなるわけでしょうん。なので、そういう意味で相手に期待しないということがね、お互いが人と人としての関係を作るためにも、安心した関係を、ね、築くためにも、ものすごく大事なことなんじゃないかなと思います。でもちろんあの、期待はしないけど我慢をしないということも大事なんですよ。言いたいことがあるったら言ってもいい。言ってもいいよ。言ってもいいけれども、最終それが自分が言った通りになるかどうかってのは分からないし、それは子供が決めることなんですよ。子供が決めること。 なので、あのー、伝えてもいいけれども、期待しないということ、その、そこをしっかり境界線を引くことも大事なんじゃないかなと思います。ここら辺の話はね、境界線をどう引くのかとかね、自分の思っていることを本音を伝える、相手の気持ちを大事にしながら伝えるという話っていうのは、あのお家事、親も子も楽になる、緩める子育てでがっつり書いてます。で、その本はね、あの概要欄に紹介してますんで、ぜひね、手に取っていただけたら、この YouTube でね、話していることの,あの2倍、3倍深く学べると思いますので、ぜひ本は、 買っててくくださいい概要欄に載けまますすよろししお願いしますねはい19分の14毎月テーマを決めるうーんねキャッチフレーズでもいいしコンセプトでもいいです自分は今月こういうふうに過ごすっていうねスローガン的なもんでもいいやそういうのね決めてますかどうでしょうかそれがあるのとないのとではねやっぱりね、えー、物事を選択するときの基準が変わってくる例えば今月は体に悪いことをやめる そのスローガンを決めたらね、決めたらね、友達に、じゃあ夜9時にね、9時から飲みに行こうって誘われた。ね、バーに行くぞって誘われた。それで明らかに体に悪いんですよ。なので、あ、今月のテーマは体に悪いことをやめるだから、今9時に飲,ん9時に飲むっていうのは体に悪いからお断り割し、お断りしようっていう判断になるわけでしょ。そうなんですよ。テーマを持つことで、選択する、選択し、選択が明確になるんですよ。ね、選択する基準がテーマなんでね。 逆にテーマがなかったら流されてしまうんですね。その場に流されて流されて流されて,されてしまって、結局、なんだろう、自分がやりたいことができないであったり、えー、自分が本当に大切にしていることが分からなくなってくる。埋もれてしまうんですね。あれ、なんか自分が,自分がやりたいことが埋もれてしまう。だから、埋もれないように、自分は大事なことはこれなんだっていうことをしっかり言葉に書いて、それを見えるところに貼っておくっていうのはすごくおすすめよね。で、それがどうだったのかっていうのを僕は毎週振り返ったりとかしてました。 ね、そのスローガン通りに活動できたかなとか。で、毎月なるとねあの、1ヶ月の振り返して、じゃあ来月どんなスローガンで生きるかってことをあの決めてましたね。20代から30代前半までね、最近はね、1ヶ月に1回というよりも3ヶ月に1回それをしてますけれども、えー、テーマを決める、スローガンを決めるというのは、あの自分軸を作る上ですごく大事なことです。 はい、自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の15サプリに頼るのをやめるうんオカッチが去年の12月頃まではね本当に毎日6種類ぐらいかなサプリ飲んでましたうんビタミン C やろビタミン D やろあとビオフリーやろあとあれもね ハイチオール C を飲んでたまもありました。肌をきれいにしたいとか言うのでね。あとはもうちょっと頭が痛い時は硫黄とかも飲んでましたね。で、体が悪くなったら、あの、あの天秤の薬をプシュってやったり、目薬したりあ、目薬はね、まあそんなに悪いやつじゃないからいいんですけどね、おかちのや涙と同じ成分のやつやからね。 ああそうそう、あと何やろな、胃が悪くなったら胃薬飲んだり、とにかく、そういうサプリとかお薬に頼むっていう、頼るっていう生活をね、結構してたなっていうのがあります。もちろんそれはそれでね、完全に否定することはないんだけども、基本的に、そういうのがなくても暮らせるっていうのは、やっぱ理想やなと思って。うん。そのための生活習慣を整える。 でそうすることで、そのサプリ代も結構お金いるわけでしょそういうお金の節約にもなるし、節約というか選択ですよ。さっきも言ったね。僕にとって、やっぱサプリがないと健康,健健康でいられないという状態じゃなくても、サプリがなくても健康でいられる状態を作る。これが僕にとっての理想なんで、なのでサプリを減らしていくということを今やってますということです。はい、サプリとかお薬とかね、そういうのを頼るのをやめる。まあ、どうしても必要なことはあるんで。 その時は頼るけれども、えー、デフォルトは頼,、ま、頼,頼,頼らないという選択をしておりますということですね。はい。ちょっと毒クダミちゃんのもうか。はい。19分の16。会いたい人に会いに行く。どうでしょうかあなた、会いたい人いますかお勝ちに会いたくない会いたいわな。会いたいわな。 会いに来てください <laughs> はい <laughs>、はい、まあ、おかちの話だけじゃないけどねどうでしょうか会いたいなと思った人会いに行ってませんか会いに行,き行,行ってる 言っっててませんかか表現はいいかな会い,に会いたい人に会ってますかこれやな。どうですか会いたい人っていうのは何かしらその人と言うとワクワクするであったり、その人の考え方いいねとか、その人の生き方かっこいいやんとか、その人の生き方みたいになりたいとかね。なんかそういうものがあるから惹かれてるってわけでしょで。そういう人の話をね、こうやって、まあ、YouTube だったり、Voice だったり、本を読むっていうのももちろんありです。すごくありです。それで OK です。OK なんだけれども、やっぱ会うとね、そのエネルギー感が伝わるんですよ。で、プラス一度会って話すことで、 その後本すみませんその後本を読むとねその本を読みながらおカッチの声が聞こえてくるんですよねおカッチのこのエネルギーがね伝わって ただの2次元の文字情報だけじゃなくて3次元の世界でもう本当に合ってるかのようにね自分が直接言葉で言われてるかのようにお価値に言われてるかのように本を読めたりボイシーが聞けたりね、えー、なんかそういうお価値のインスタが見れたりできるんですねそれはお価値だけの話じゃなくてそういうねお価値以外の方でもまさにそうです 本を読んだり、えー、本を読むというか、その講座に参加したりとかね、えっ、ー、と、おかちでったらリトリート合宿やってるんですよ、和歌山に。ね、1年2回やってる。次は6月の30日かなじゃあ、6月の29日、30日。もう一回、あ、ってるわ。6月の29日土曜日と30日の一泊二日やってるんで、 こういうのであったりなんかたまにね、イベントとかもやってるから、ぜひね、そういうのに会いに来てもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。で、僕自身もね、普段ライブで参加してくれたりとか、こういうボイシー、てボイシーとかインスタとかね、聞いてくださってる方と実際会うとね、よ,よりよくイメ,よりイメージできるんですよ。あ、まーちゃん来てくれたでとか、あ、タカちゃん来てくれたりとかなるんですよ。あ、ともちゃんおるわ、みたいなになるんですよ。なるんですよ。ありえこさんありがとうとかね、なるんですよね。そういううね、まあ、この人、一人の名前ったら全員言わなあかんやん。 もう全員はなかんや。私呼ばれてないってなるやん。そこら辺ちょっと勘弁してよ。うん、勘弁してね。っていう風にね、なるんですよね。あ、かやさんいるわとかね、ようさんいるわとか、また言っちゃったら言ったら全員はなかんやな。あさみさん来てくれたわとかね。なな全員はなかんやん、そんな。いや全員はなかんやなこれう。私だけ言われてないってなるやん。みきさん来てくれたわとか、みほさんいる、りほさんいるわとかなるわけやん。 なもう全員言わなあかんねんやからね「えみさんいるわ」とかねなるわけでしょ <laughs>、うん。まあまあまあそういうの置いといてね、まあ、お勝ちだけの話じゃないけどとにかく会いたい人に会うってすごく大事。 もうお金をかけなくてもいいです。別に、お金ただ会いに行くだけでもいいです。まあ、おかっちの場合は、ただ会いに来られても、なかなか会えないです。すみません。申し訳ない。すべての方には対応できないんですけど、おかっちの場合は、ちょっと講座とかにね、そのリトリート合宿とか来てもらいたいんですけども、それ以外の方でも、ブラッとね、えー、会いに、あのー、手軽に会える方ってもいらっしゃると思いますので、えー、セミナーとか2000円とかのね、セミナーとかもあると思うので、そういうところでね、会いたい人に会うっていうのもすごくおすすめです。 はいえー、自然体で毎日を楽しむための行動習慣19分の17自分の得意を見つけるねまあ近頃おかちのブームというか、まあ、おかちの一番大事なことは自分を生かして生きられる人を増やすということね自分の才能とか得意なこと天才性を見つけてその得意なことで社会で生きていけるもうそれがねおかちにとっての結構理想であってでまあその自分が得意なことじゃなくて苦手なことをやらされていたりやりたくないことじゃなくて やれそうななことななんか分からんけどこれやってたら安定するからやってるっていうことでやってるとねやっぱ喜びは少ないんですね別に喜びの大きさって人それぞれどんな喜びでもいいと思うんですけど僕自身はね自分を使い切った時のあの感動と喜びっていうのを知ってるから僕はそういうふうに自分が心から納得できる死ぬ時に後悔しない人生を歩みたいんですよ そうなった時にあのやっに感動を味わいたいとか僕は泣きたいんですね、死ぬ時に。ああ、素敵な人生だったなって自分の人生に泣きたいんですよ。そう考えたらやっぱり自分という人間を使い切っていきたい。 自分の得意を見つけてね、その得意を発揮して生きていきたいなっていうのがあります。なので、その自分の得意を見つけるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。そういう意味でね。自分がね、後悔しない人生を歩むためにも、納得できる人生を歩むためにも、自分の得意を見つけて、得意を生かした子供との関わり、得意を生かした働き方を作っていくっていうのは、あの、おすすめでございますよ。で、これどうやって得意を見つけるねんっていうのはね、 ね、先週か先々週ぐらいね、YouTube で1時間ぐらい語ってますんで、ぜひそちら見てください。見,見るというかね、まあ、聞くというか、まあ、このゆるめる子育てラジオはね。 こうやって顔出しなしでやってるから、ラジオ感覚で聞けるので、ぜひね、これ再生リストもあるので、再生リスト登録してもらってね、登録はできるのかな登録かわかんないお気に入りとかしてもらって、す、え、で、ー、に20本、30本あるので、それをね、聞いていただけたら嬉しいです。さっきからアラームうるさいな。はい、止めました。これおかちのアラームでした。はい、もうちょっとしたらね、ちょっと優香ちゃんの実感に行って、ちょっとすき焼きを食べるので、えー、ちょっと早回しでやっていきたいと思いますよ。早回しであと2つですね。 早ましい言ってもあと2つはい19分の18自分の苦手を害虫する。そうなんですよ。苦手を害虫しましょう。あの頼りましょうってことです、ねあ。もちろん苦手のことを直す。直したいんだったら直してもいいよ。上り坂進みたいんやったら上り坂進んでもいい。でも同じ前に進むってことを考えたときね、上り坂だけじゃなくて下り坂もあるんですよ。 下り坂の行き方もある。ね。道は一つじゃない。で、道を選べ,選べるのはあなたです。どの道でもいいんです。どの道でもええんやったら、もちろん上り坂でね、苦労してできないことをやるとか、なんか周りから言われたことをやりなさいって言われたことをやる。それも大事なんですよ。時には大事なんだけど、僕はあの下り坂でええやんっていう発想なんですよ。自分の得意なことを生かす。楽ですよ。得意なことをやってるから、ストレスでもたまらへん。ね。えー、そういうふうに得意なことを生かしてね、苦手なことを害虫する。 ね、ファミサポ頼んだりとかね、えー、近所におばあちゃん住んでたらそこに頼る,頼るとかねそういうことも含めてね確実に預けるとかそういうことも含めて外注、えー、するで、えっと、自分は得意なことでしっかりとあのー。 生きるということこれがね、僕はあの楽に、自然体に楽にね、生きるためには大事な考え方の一つなのかなと。すべてじゃないですよ。そういう考え方もあるんじゃないかなと。苦手なことは直さなくてもいい。えー、そうなんですよ。自分の苦手なことは誰かの得意なことなんでね。はい。これ最後ですね。ビジョンマップを飾る。はい。ビジョンマップっていうのはね、自分のビジョンストーリーがあるわけじゃないですか。ビジョンストーリーっていうのは、私はこういうふうに生きていきたい。 でそのために、こういうことが大事で、こういうことが大事で、こういうことが大事だと。だから私は今これをやるんだっていうことですね。僕で言えば、えー、社会にはびこる見えない鎖を緩めて、自分を生かして生きられる人を増やす。そのためには、えー、まずはこうしないといけないっていう、そういう見えない鎖を緩めなあかん。完璧にしなあかんとか、ちゃんとしないといけないとかね、親孝行しないといけないとか、えーね、世間に恥になるような子供にしてはいけないとかね、なんかそういうようなね、いろんな考え方、思い込みがあるわけでしょ。そういういことを 緩める、緩めながらね、自分がどんなことをやりたいのか、自分はどういう生き方をしていきたいのかっていう、周りとの比較であったり、周りの外圧外圧というかね、そういう圧力を弱めた状態で、自分の心に聞いて、心に通ってみてね、どうやって生きていきたいのか、何をしていきたいのかっていうことでね、自分の人生のロードマップを作っていく、でそれのロードマップっていうのを言葉で語り、物語にして、そしてそれを、えー、っとビジュアル化していく。 ねえー、ポスターぐらいの大きさかなポスター2枚分ぐらいの大きさに白いポスター2枚分ぐらいの、ね、紙にね模造紙でも画用紙でもいいやそこにね自分はどういうふうに生きていきたいのかっていうのを、ねえーえー、写真をペタペタ貼るんですよ写真をペタペタ貼って、えー、一言メッセージ私はこうやって生きるんだと。 ということでもいいし、おかえりと夢中になって生きるとか、えー、その模造紙の一番ど真ん中にはね、えー、なんか星のキャラクターを持っている人がマイクを持ってウキウキダンシングしているあの写真が貼っています。そこに、ね、僕には僕はアイア a スターっという、ね、言葉を載っけています。そういうふうに自分のライフスタイルとか働き方、生き方に近いね、写真っていうのをペタペタ雑誌とかから切り抜いて貼ってね、貼って、そして一言キャッチフレーズをつけるということ、これおすすめです。まあ、僕が 僕が考えたこともではないし、もういろんな人が、ね、いろんなことを言っています。ビジョンマップとか、ね、ドリームマップとか言われています。それで、ね、ネットで検索したら出てくるから作り方とかもあるからもうシンプルですよ。もう作り方も何もね自分がこういう風に生きていきたいという写真を、ね、ペタペタ貼るだけそれだけです。そしてそれを見えるところに飾ってくださいということです。はい。ということでちょっとまとめましょうか。はい。本日は 自然体で毎日を楽しむための行動習慣を19個紹介させていただきました、えー、本日紹介したもののねまさにこれからの1年僕が、ね、大事にしていきたいこと19個です、まあ、僕が大事にしたいことだからあなたに当てはまるかどうかわからへんけれどもなんかね人の価値観に触れることであこれ大事やなとかあこれ私いらないなとかね、えー、自分の価値観を見つめ直すきっかけになると思うのでそういうことでねこの放送を使っていただけたら嬉しいです、えー、1回だけじゃなくて2回3回聞いていただくことで あなぜこれが大事なのかとかあ、自分にとって何が大事なんだろうって、自分の深い深いところに価値観に気づく、ねえー、きっかけになると思うので、えー、お価値のこの、ね、放送、まあ、タイトルを見て、ねえー、なんか興味ないなと思うことでも、まずは聞いていただくことで、ね、絶対どこかつながることがあるので、えー、このボイシーじゃ、ね、ないな you、ね、YouTube の緩める子育てラジオ、長尺の1時間ぐらい話している動画、ね、また見ていただけたら、聞いていただけたら嬉しいです。えー、こんな感じで、えー、この番組では、 親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、えー、子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと、もうここまで聞い,た聞いてくださったあなたはね、もうチャンネル登録ポチッて押して、もうここまで聞いてくれてんたら押してください。はい。ぜひ押してください。あの、押すまで、えー、僕はもうここからやめません。はい、やめません。この放送やめません。押してくれた大丈夫ですかね。押したら押したよって、また言うて、どっかで。 おかちに毎日インスタライブやってるから平日はねいやいやおかちを押したよって言うてくださいはい、であの概要欄にはね公式 LINE の案内とかおかちの著書の案内やり抜くこと投げ出すこの習慣これやり抜くこと投げ出すこの習慣はね今注目されてる非認知能力をどうやって高めるのかってことですよおかちがスクールでやってる関わり方声掛けそして環境の作り方っていうのをご家庭でできるように、ね、落とし込んでね50個紹介してます子どもの幸福度に大きく影響する非認知能力を、えー、ご家庭でどうやってかかわ、えー、高めていくのか やりにおく力ですから大事でしょ自分がやると決めたことを最後までやりにおく大事でしょ続ける能力それを高めるためにねどうやって関わったらいいのかがっつり解説してるので、えー、ぜひね手に取っていただけたら嬉しいですということで今日はこんな感じでしょうか I am a star you are a star 自ら輝けば世界はざわざわと輝くワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイはい今日はすき焼きだよ楽しみだよ